成年女子 400m ハードル予選第1組6名です。フィニッシュタイマーが59秒20と表示されています。スクリーンには写真判定中の速報です。予選第1組、柴田さん京都59秒20、2着吉田さん岐阜59秒75、3着青木さん福島1分0秒22。女子の砲丸投げ、続いての投てきは埼玉の吉野さんです。成年女子 400m ハードル予選第1組結果確定です。